とディスク板の間に縦に埋め込まれております。そしたらまず板が回転いたしますと、後ろのピンが手つないだスターホイールが出てきます。さらにスターホイールがくすばの先端を弾くことにより音を奏でる仕組みでございます。ですからシリンダーのように細くて小さな瓶に重く手つないだが入るものですから、より大きな音を奏でることが可能でございます。またこのようなディスクタイプのオルゴールはディスクをセットする際に多少取っておりますが、こちらはなぜかと申しますと、後ろのピンと先ほどのサーホイールの密着度を高めるためにわざと反らした状態でセットしております。それでは一曲お聴きくださいませ。Thank you.
Thank you.